どう意識しても投げるときに体が突っ込んでしまう。そんな時はですね、一時停止をしてください。じゃあ、デスクです。はい、やってみました。今回ですね、オーブ改善、コントラップのための一緒に勉強をしていきましょう。はいですね、まあ、今回はこんな方に向けてこの動画を作ってます。まあ、テイクバックとか、まあ、下半身の使い方、いろいろ練習はしているけれども、どうしても前に突っ込んでたら前の水がこれ曲がってしまったり、どうしても肘が前に手投げになってしまう。まあ、こういう方に向けてこの動画を作ってます。でこの動画を見ることですね、しっかりその突っ込む、体が突っ込んでしまったりとか手投げっていうものを下半身からしっかりと抑えることができるので、ぜひですね、最後まで見ていってくださいね。 OK ですか？はい、でですね、やっていきましょう。じゃあまずどういう状況で体が突っ込んでしまうのかというところです、うん、じゃあなんで体が突っ込んでしまうか、まあもちろん下半身の使い方とか、まあいろいろあるんですけれども、じゃあ体の全体的に見ていきましょう。じゃあ全体的に見ると、じゃあ何が一番キーポイントなのかっていうと、頭の位置なんですね。頭の位置、うん、じゃあなぜ頭の位置が重要なのかというと、体の中、まあ、頭とか首とか胴体とか腕とかありますよね。個別のパーツの中で見ると頭が一番重いからなんですね、うん、頭が一番重いから重心移動は頭にすごく付随して、まあ、頭の位置とすごい関係してますよっていうところです。そう、なので、まあ、結論を言ってしまえば、頭の位置が前に行っちゃえば、それだけ体に突っ込みやすい。そうですね、体に、胴体に頭がついてるので、頭こうやって前に行っちゃえば、突っ込みやすいですよという。まあ、これでですね、まあ、人は視線が向いてる方に体が向きやすいし、動きやすいっていった性質があるんですね。うん、こうやって歩くとき、こうやって横向きながら歩かないじゃないですか。しっかりと歩く方、動く方に対してこうやって顔向けてきますよね。うん、なのでそこもすごい関係します。目線と頭の位置、うん、なので、まあ、よくお伝えをしてるんですけれども、早い段階でこうやって前に行っちゃうと、その時点で頭前に行きますよね。そしたら体重前に行っちゃうので、膝が曲がりやすかったりとか手投げになりやすかったりしちゃうわけです、うん、じゃあどういう風にしていったらいいのかというところです、うん、まあ以前の動画でジェットコースターのコマとか他の動画もお伝えしてはいるんですけれども、頭の位置が軌道がまっすぐすぐに行くんじゃなくって、一旦真下に下がってから行くといいですよねって。で、これ結構試していただいている方結構多いと思うんですね。アップルダウンと、まあ、しっかりと片足スクワットやった状態でそこから前に行くと、うん。だけどそれがなかなかうまくいかないっていう方は、この方法をちょっと使っていただきたいんですけど、まあ、一時停止しましょうってところです。うん、まあ、他の動画で二段防止でステップしたところでしっかり止まる。やってもらってはいるんですけど、今回はではなくて、しっかりテイクバックの中で一時停止をしてもらいます。そう、じゃあどこかっていうと、例えばピッチでも言えるんですけど、足上げるじゃないですか。ここの状態、足をしっかりプルダウンして曲げたとき、この状態をしっかり止めてください。そうすると、何がいいかっていうと、頭が最初からこうやって前に行っちゃう場合は、できないんですね。頭が前に行っちゃうので、ここで静止できないんですよね。なのでしっかりとここクッて目の状態で真下に下がらないとここで静止できないので、この状態でステップしていく、うん、ここのクッてここ真下に下がった状態でステップして投げると、そうですね、しっかりとここでクッて止まってその状態から投げる。そうするとそのテイクバックの時にこうやって前に突っ込みながらテイクバックをしちゃうことで腕も離れちゃいますし、突っ込んで手投げにもなってみますし、体の開きにもつながっちゃう。なのでしっかりとここでフッて止まった状態でテイクバックしてステップして投げるっていうところをぜひ試してください。これキャッチボールからもできますし、まずキャッチボールだとまず人に投げるっていうのが加わっちゃうので、シャドウでやってみてください。シャドウでやってみてもらって、その状態をキャッチボールで再現できるのかどうなのかというテストでやってみていただけたらと思います。これやっていくことでしっかりと体の突っ込みを抑えられますし、まあ、自然的にコントロールも良くなりますし、球速も上がります。体の開きを抑えられる。なのでですね、ぜひですね、明日以降実践してキャッチボールから試してみていただけたらと思います。はい、このチャンネルではヒップス克服、早急な改善、コントロール、これをテーマについてですね、医学的に根拠がある内容ですね、できるだけ分かりやすく短くまとめて配信しております。明日以降もですね、動画を更新していきますので、まあ、チャンネル登録しないって方に関してはですね、ワンクリックでぜひですね、チャンネル登録のご協力よろしくお願いします。
ですね。はい、またですね、こんな内容知りたいとかもぜひですね、コメント教えてください。それをちょっと元にしながら動画撮影していきますので、ぜひですね、今後ともよろしくお願いします。はい、でですね、この動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。